どうも、エルザです。それではミッドウィッチ小学校やっていきますか。あーきついね。あ、そうだね、デッドバイデイライトだね。さあさあ、ここは意外とないんだよな。端っこも特になし、さあ早速一つか。ローリー来たね。チェイスは始めた。こんなポスターあるんだね。サイレントヒルのこのミッドウィッチ小学校とかは細かいところ見ると面白そうだね。あー、ヒルビリーさんかな。あー、でも意外と殴ったね。ここね、直線があるからね、ヒルビリーは確かに距離詰めるなら強い気はするね。直線に走る分はね。ただ入り組んでるから横に抜けたりとかもできるしな。ちょっとバベチリ対策。おお、直してるね。怖っ。ステイン見えたね。やばい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 。やっぱヒルビリーだったか。だいぶ用心してる感じだね。これはバレてない。おお。そういうことです。ちょっとキャンプ気味なんでね。多分キャンプ気味なんで入れ替わりだろうね、するとしたらね。ほら、で多分まあ一人確実に釣れる状態なんで、行くだろうな、追っかけるだろうね。まあでもまだ下いるね。音するもんな。さあこっから下に降りて抜けて、よし成功。ローリーだったら決勝持ってるだろう。びっくりする、びっくりする。ぐるぐるーっと。ぐるぐるーっと。で、どっちどっち？はい、タッチャン。上行って、おい、どうする？もう全然チェイスが長引く分には。いいよ。落ちた。じゃあさらに奥で、ここも板があると。どうする？ほい。板蹴りするね。じゃあさよなら。あぶね。
いやいやいや、危ない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 。いや、隠れれたね。じゃあ発電機をちょっと回しに。見えない見えない。そこ治りそう？上か。これはちょっと最悪。開けるまでちょっときつそうだね。さあ、処分。さあ、地下はそこにあって治ってる。さあ、ローリーが助けに行った。まあ、追いながら行きますか。発電機がね、あと1箇所ちょっと覚えておきたいんだよね。あれ、ローリー助け行ってない？まさか。あ、助けたね。最後。下かー。あー、これは直さんとやばいな。どこ発電機あったあったけど、釣ります。もう一人の方が多分だと思うんだよね。おお、ソウルガードか。不屈か。うまく使ったね、不屈ね。あ、ハッチがあったわけね。あー、それ無理さあ、発電機回してるね。あー、いいね。回してるのいいね。さあ、どうなるかな。まあ、ちょっとね、初釣りの時の味方がね、キャンプされてたからきつかったな。さあ、あの味方は多分、あの動きは助けには来ないかな。そんな感じがするね。どうせだったら早く脱出してくれた方が何かと良かったんだけどな。まあ、来ないでしょ。助けに来たら来たで、ありがたいけど。まあ、ヒルビリーだしね、相手がね。もう出るだろうね。
さあ、ワンチャンかけますか。助ける気ないもんな。まあまあまあ、仕方ない仕方ない。いや、それだったらな、早めに出てくれた方が。あれ、ハッチが開いてとか、脱出できたとしても、ハッチが開くタイミングとか悪そうだもんね。ヒルビリーに追っかけられそうやな。はい、ということで今回ここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあ、またな。